どうもあなたのご飯のおかずワッキー TV です。さあ今日はですね、小田急線の共同駅に来てまして、お店がもう駅から歩いて30秒の場所にありまして、いさりびという海鮮居酒屋にやってきております。まあ、今日はいつもの仕事仲間と今日2人で来まして、はい、差し飲みでございます。お願いします。あれ初っすね、差しは。そうです。はい、なんかいつも誰かいるんで多分見てる方がまた男かと。もう野郎ばっかりのね、付き合いがね、申し訳ないです。でここのお店はなんか何回か来たことあるということで。そうです ね、僕初めてなんですけど、ハマグリがなんとつかみ取りができるらしいんですよ。これがもうお店からしたら赤字だと。金額が680円でつかみ取りできるんですよ。まあ、地ハマって呼ばれてますけど、地ハマグリのこと、九十九里の3個以上つかめば元が取れちゃうと。そうですね。ということで、まあ、先にちょっとドリンクをちょっと飲もうかなということで。でちなみに今日7日なんですけど、日ごとでこれメニューが変わると。これメガジョッキ、メガジョッキになりますね。でかっ。こちらのシールをいただけるんですよね、メガジョッキを頼めば。そうですね、こちらの。あ、こちら、はい、はい。でこのシールをなんかスマホとか財布とかに貼れば、なんかいろんな特典が、3大特典で同じお値段でメガジョッキとか、はい、味噌汁無料になったりっていうのが。これはあのアラ汁とか、アラ汁、はい、無料になる、はい、氷もなんかいっぱいもらえる。そうですね。これはありがたいですよね。じゃあこのシールを、じゃあ僕はちょっとどっかに貼っときましょう。ダコンベルース、ダコンベイって重っ。うん、多分あんまり減らないかもしれないですけど、まあ、僕のペースで飲みたいと思います。え、これお通しですか。そうなんです。え、ちょっと待ってください、お通しがえらいことになってますけど、こちら、これはあの全部じゃないですよね。そうですね、お一人様お二つ、お好きなの、はい、この中から二つ選ぶのがイサイビさんのお通しになると。贅沢じゃないですかこれ。え、これは何ですか。こちらスモークチーズになります。スモークチーズか。はい、こんなのね、並べられたらちょっとスモークチーズ選ばなくなっちゃう。じゃあな、2個でワンセット。あ、1つ。ししとうと、はい、ししとうとチーズは2個になると。はい、串もあるじゃないですか。しいたけとネギ。でこちらは金鮭ですね。サバのみりん干し、きびなご、はい、でじゃこせんべい。じゃこせんべい、はい、でそれいいだこですね。いいだこ、はい、じゃあこの中から1人2つ選べる。はい、僕はこの銀鮭と、はい、君は俺ですかね。はい、いいっすね、好きなんで。あ、でもここで目の前で焼くと。じゃあ、いいだこと、はい、いいだこ、じゃこせんべい、はい、スモークチーズ選ばなかったすごいいい香り。そうですね、もう磯の香りがすごいな。いや、いいですね。あー、いい、YouTube では香りが伝わらないんであれなんですけども、あ、すごい香ばしい香りが。いや、ちょっとこれはもう日本酒だね。僕らあのメガジョッキに置いちゃいましたあのシールに釣られて失礼します。あー、今日もお疲れ様です。お疲れ様です。きびなごいっちゃいます。うん、あ、いいっすね、目の前で焼いて海鮮食べながら。うん、ね、いつも肉ばっかりなんで、今日はちょっと海鮮でいきたいなと。銀鮭を、あ、脂乗ってるなこれ。お通しから網焼きが堪能できるのが嬉しいですね。つかみ取り来ましたよ。これがあの地ハマグリ。そうですね、九十九里産の、ね、はい、地ハマグリになります。はい、これがもう3個以上であれば一応まあ元が取れる。そう、それでも赤字なんですけど。あ、それでも赤字ガチの赤字ですあの歌い文句じゃないですか、マジの、マジの赤字九十九里産のハマグリって結構高いですよね。原価すごい高いの僕分かってるんであ、ちなみに最高の方って何個ぐらい。7個ぐらい。7個何回でも大丈夫。掴み直しは何回でもいいと。ガチャガチャ。じゃあちょっと寄せてもいいですか。あ、全然大丈夫です。これはありがたいルール。掴んでみて、はい、少なければまたこっちでやってもらう。なるほど。こっちに移動するとそれで。はいはいはい。掴みやすいようにこうしときましょうか。で、いいですか。はい、いきます。これどうですか。いや、大丈夫です。 OK ですか。大丈夫です。はい、すいません、いきます。5個です。おめでとうございます。いや、5個つかめましたね。やりましたね。九十九里さんですからね、1個高いですよ
ます。これはすごいね。うまい。プリップリで噛むとすごい旨味が出てきますね。いやこれ5個掴んじゃって、これ680円でしょ。これお得どころじゃないですよね。これだけのために来ちゃう。いやちょっと今日いい店ありがとうございます。教えていただきまして、もう結構定期的に教えてもらってるんでよく見つけるなこういう店を。この汁、でかい、さっきよりも。今度のはさっきよりも 1.5 倍でかいぞ。いやちょっとごめんなさい、今回しょっぱなですけど生きててよかった。出た。口の中も満足だし、お財布も満足ですよ。続いてはこちら刺身、これ5点盛りですか。はい、2人前ですね。2人前で、はい、こちらから島味、はい、であとしめ鯖、はい、生マグロの中落ち切り落としですね。中落ち、はい、あとマダイとカンパチになります。カンパチ、はい。カンパチからいただいちゃいましょうかね。油が浮きますね。皆さんにつけまして、いただきます。油乗ってるね。これ中落ちですよ。甘いですね。で、僕大好きなんですけど、サバです。ちゃんと酢で締めてますね、これ。ということで、ここでちょっとね、揚げ物に行っちゃいましょうかね。鶏竜田一枚揚げということで、竜田揚げです。これ前、食べたんですよね。そうです。で、激うまだったと。激うまだった。ハマグリも食べたけども、これもうまかったと。激うまだったって言われたらね、とも食べざるを得ないですけど、これネギがすごい多いですね。いいですね。うまいよね。うまいんですよ、甘辛のタレでネギがどっさり入ってるから、ネギの味わいと白ごまが振りかかってるんですよ。これがなんかいいアクセントになってる。で、竜田揚げだから衣サクサクで、これは進みますね。毎回同じこと言ってすいません。ご飯食べてます。これはもう炊きたてのご飯をかき込むためのものですよ。ためのものです。で、もう一個揚げ物が、これがまあ、タコなんですけど、イイダコの唐揚げ。これはね、お店の方がおすすめしてまして、うまいね。タコがプリプリで、結構衣が薄くてサクッとしてますね。そうですね。TKG 来たんですけど、これ全部セットですか。じゃあ TKG でやります。これが全部セットで TKG で300円。そうです。うわー、すごい。ちょっと待ってくださいよ、味噌汁もついてるし薬味もあって、都内にこれで300円の TKG はね、なかなかないですよ。でちょっとまずはお味噌汁からって思ったんですが、これはあら汁だ。これ300円で出しちゃダメでしょ。こうね、アラがたくさん入ってて、魚の脂も浮いてますよ。いい出汁出てるね。で、ちょっと後味にね、生姜が香るんですよ。これがまたね、この時期体を温めてくれるというか。ちょっと待って、まず一回これご飯、アラ汁とご飯ですいません、失礼します。あ、固め、炊き具合バッチシ。ワッキー TV の女性の人田さん、数は少ないかもしれませんが、男は硬い米を炊けばみんな喜ぶと思います。ここの真ん中穴開けまして、いいですね、ネギと海苔も。なんか一気に家の感じになりましたね、これ。
最後はね、ここに行き着いちゃうんですよ、やっぱり一思いに書き込んでもよろしいでしょうか。ちょっと黄身が甘めですね。で、あら汁を。朝起きてテーブルにこれが出てたら、もう一日もどうなっちゃうんだろうっていう。はい、ということで共同駅近くにあります伊佐利美さんで海鮮物から揚げ物をいろいろいただきましたけれども、とにかくあのハマグリがめちゃくちゃうまくて、あの金額でいいんですかっていうぐらい、お店の方もう赤字ですって言ってましたけど、味もめちゃくちゃうまかったし、刺身も新鮮で脂乗っててね、揚げ物もうまかったし、あの TKG 最後閉めちゃいましたけど、最初のお通しから最後までね、もう大満足のお店でございました。でこの伊佐利美さん2階なんですけども、もうここ目の前が共同駅なんですよ。まあ、前がこのロータリーになってるんですけど、小田急線の共同駅に来た際には伊佐利美さんでつかみ取りしに来てみてはいかがでしょうか。それでは